ダンゴムシの開封式をします。じゃん、かわいい、めっちゃかわいいよ。かわいい、早く開けたくてたまらなかったんですよ、これ。ちなみにこれはダンゴムシのガチャガチャ欲しくて見つからなかったっていう、探してる間にちょっと気休めになるかなと思って、ダイオウグソクムシをめでていました。すごくお世話になりました、ありがとう。さあ、それでは早速開けていきたいと思います。めっちゃ可愛いよね。ガチャガチャした時も思ったけど、でかい。しかもこれがなんかこうゴロンって落ちてきた時、痛いって私の耳には聞こえた。残念なことにフルコンプはまだできてないんですけど、まあグレー、一番スタンダードなダンゴムシと病気にかかっている青いダンゴムシ、この2種類をゲットすることができました。すごいよね、もう本当にこれがネットで話題になった時にものすごく私感動したんですよ。じゃあまず普通の色から。厳重にされてる、二重になってますね。開封。じゃーん、まん丸になってる。かわいい。肝はかわいい。これは肝かわいいでしょ。で、これが開くんだよね。肩、あ、開いた。すごい、うわ、き説明書が挟まってますね。すごいな。あ、もうこのままで遊べるんです。すごっ、キモ、やば。しかも触覚柔らかすごい。じゃあちょっと足がね、収納されてるらしいんで開けますよ。すごい、足も柔らかい。あ、え、あ、こういうこと。なんかこう、うわー、取れた取れた取れた。え、あ、取れるんだ。こうなんか内側に収納されてたんですけど、なんかこれをくるっと回して開く、外に向くようにするのかなと思います。多分ちょっと手間がかかります。多分これで合ってると思います。見た目はこんな感じだと。お尻のとこになんかついてる。あ、ここに刺すんだね。なるほど、それで丸くなるんだ。気持ち悪い。キモ。かわいい。うわ、何とも言えないこの感覚。あ、でもなんかいいな。ちょっと全部開けていきます。これが発売される時ね、すごいネットで話題になったじゃないですか。第1弾は三色展開だったんですけど、この研究開発した方がダンゴムシとか虫嫌いなのに、2年間もダンゴムシをずっと観察して研究して作られたっていう風に書いてるのを見たんですよ。なんか情熱を感じるよね。しかもこんなめちゃくちゃ質の可愛い商品が開発されて、私はすごく嬉しいです。ちょっと開けにくい。じゃーん、青いやつ。お腹の中は全部白なんでね、もうこの説明書がいちいち挟まってるのがすごく可愛い。なんか説明書持ってきたよって言われてるような、そんな気持ちになります。あー、フルコンプしたかったな。来ました。かわいい。気持ち悪い。これなんでダンゴムシなのかがすごい気になる。確かに虫嫌いの人はこれで克服できるかもしれないけど、ダイオウグソクムシでもよかったんじゃねって思う。だってすごい似てない、これ。すごい最初ね、ダイオウグソクムシのガチャガチャが出るのかと思ったんですよ。私ダイオウグソクムシ自体が海の掃除屋さんだから、そんなに大差ないか。どっちにしても可愛いです。このスケールのダンゴムシがあったらちょっと買いたいかもしれない。あ、でも無理、この足が全部動いてるって考えただけで気持ち悪いわ。無理だわ。動かないやつは可愛い。これね、私ゲットしたらね、絶対やりたいと思ってたことがあるんですよ。の、まあ同じやつじゃないですか。全部6匹いるんですけど、なんでこんなにいっぱい欲しかったかというとね、このおでこのところに1号、2号、3号、4号とか書いて、家の至るところ、自分の部屋とかキッチンとか、あと車の中とか事務所とかパソコンの前とか、いろんなところに1匹ずつ置いて、どこにいてもめでられるようにしたいっていうダンゴムシファミリーを私は作りたかったんですよ。どういう順番で出てきたかちょっと覚えてないな。とりあえずこいつが1号。かわいい、かっこいい。1号、2号、3号、4号、5号、6号まで完成した。いいね、いいね。これでいつどこにいても私はダンゴムシと戯れることができる。あ、取れる。ちょっとかわいそうなことできる。
できた。すごい気持ち悪い。面白いねこれ。合体して混ぜたりして自分の好きなカラーの団子蒸し作ったりもできるんだ。あ、やっぱアルビネのやつ欲しかったな。ちょっと長くなってしまいましたが、あ、なんか余ってるパーツが。超ちっちゃいのと超でっかい団子虫。もうこれ団子虫じゃないよね。ということで今回は団子虫のガチャガチャでゲットした団子虫を開封してちょっと遊んでみました。いろいろ組み合わせも楽しめるし、オリジナル団子虫ができる可能性無限大なので、よければぜひ遊んでみてください。ちなみにこれ同じようにただシンプルにつながってるように見える団子虫なんですけど、でもさすが研究者の人は2年間もかけて研究しただけあって、カーブがねすごく繊細なんですよ。このなんか瓦みたいなのがこういっぱい重なって動くようにはなってるんですけど、これ一枚一枚角度とか形とか大きさが違ってるんですよ。だからつなげるのも順番を間違うとつながらないし、なんならバラしてしまったらこれ元に戻せないしっていうことがさっき私も起きかけて若干焦ったので。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録と高評価とよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。